はい、皆さんチェーズ。それ返しなさい。それ返しなさい。はい。はい、早くやるよ、やるよ。うーじゃないんだよ。はい、今回は13体のベイで勝ち抜き戦ということで、まあね、僕のデッキが、まあ今回は、まあちょっと僕のデッキ見せようかなということになっているので、見せていきましょう。こちら。まあね、普通持っていく際は、この下なしでこれぶっ込んで、パコッと閉めるんだけど、こんなってんの。通常はこいつらしか使わない。こいつらは今、ちょっと使いたいなと思ったから、入ってるだけで。まあ通常こんな感じですね。で、カスタム。まあいや、カスタマイズは、こんな感じ。こうなって、あ、落ちたよ。わかるよ。で、こうでしょ。で、こうでしょ。はい。まあこれはあれだね、まあ、この4体はまあ、こいつらどっか取っ換えて入れてってって感じ。持ち運びの時はこいつらここに入ってないから、これしか入らないから、でかすぎる。それも入んない。いや、これすごいシュポッてなるから、柔らかいから入れん。で、次ドライガー。もうこれはほぼデフォってか、まあデフォっていた方がいいかな。はい、よいしょ。で、次スパイダーマン、スパイダーキンス。はい、下だけね、色がちょっと違ってね。オービット、オッケー。で、次ゼウス。こんな感じね。まあなんかコメントでさ、なんかペイさんのなんか愛用ベイ見せてくださいっていうのがあったから、ちょっと今回こうやって見せてんだけどね。そういや俺見せてないなと思ってさ、自分のデッキで。これまあ相変わらずいつも用意しているスターセイバー、黒煙エクスカリバーオーバルジャイロです。これ未だに使えるから、3世代目でもこいつまだ輝くから、なんならバーストも取ってるからね。すいませんね、暇だね、ちょっと待ってね、今ちょっとガチ紹介してるから。はい、でもね、俺ね思ったんだけど、まあツイッターで見つけたんだけど、この箱の中を LED で光らせたらめっちゃかっこよくなる。で、ここでなんかバンみたいな入れてパカッて開けたら光るみたいな、やつやろうかなと思ってます。まあそれもできたらね、今後ちょっと動画に出そうかなと思ってるんで、お楽しみください。お楽しみにしていてください。で、こいつもね、スターセイバーそのまま丸々こいつの下につけようかなと思ったんだけど、悩み中。で、こいつ、まあ俺のメインだね。でもこの頃このメインなんかビビに殺されまくってる。でもこれ見てる人たち、あ、そうです。はい、じゃん。このゼウス忘れてた。だからゼウスって言った瞬間気づくかなと思ってちょっと期待してた。思えば俺2匹いたもんな、うん、はい、とまあこんな感じですね。はい、それではね、このデッキを使って今回じゃあビビちゃんのカスタムをメインデッキ見せてもらう。箱ごと重たい、これ箱。はい、どうぞ。はい、ガサツに入ってます。まあ普通こうやってね、ロックしてこうやって置いてあるものなんですけど、開けるとこんな。お、キラデスいるんだ。キラです。ああ、ハンターついてるからほぼデフォ。てか言って、これデフォ知らない。覚えてないんだよ。覚えてないね、こいつね。レジェスプモン2体いるんだよね、君ね。ほぼデフォ。これもデフォね。てかデフォ、うん、いや、真ん中違ったけど。これだいぶ贅沢なカスタマイズだよ。知らない。だってレジェンドでしょ。うん、ここジープだよ。うん、すごいよ、真ん中もアルクロじゃね、あれ。で、これアルクロ。うん、いいね。で、赤色の、なんていうか、統一してんな。統一だけで作ったの、サタン。なるほど。 G、 G としてでもどうにもならない。 G、 うん、ちょっと俺たらも混じってたね。うん。はい、またしても G と。それ、もう完全にわざとわざと。ネムシス、あ、これ俺の作ったやつ。ネムシス、あ、これビビが作ったやつ。
深夜に沈む、あ、これ、あの、偶然作られたと思う。で、こいつね、こいつの名前本当覚えてない、俺使ってない。でもよし、あ、やっぱ使ってる人は覚えてない。俺使わないやつ覚えてない。おお、いいね、スターナッシング、いいっすね、カスタマイズね。これもう WBBA 限定の素晴らしいゲームですね。豪華なカスタマイズ。はい、こいつらと俺のさっきのベイバトルで、今回勝ち抜き戦でやっていきたいと思います。種類はないよね、はい、かぶってばっかだから。まあそうだね、その分あの特化されてるからね、うん、勝ち抜き戦なんで、勝ったものは残り、負けたものは去ります。そういうルールで、先にベイがなくなった方が負け。ではやっていきましょう。僕はこれ、じゃん、ここ、いやもう隠しても俺もう出してるから。いくよ、せーの。地味なやつ来たなお互い。いくよ、3、2、1、ゴーシュ。さあ、地味な対決になる。これは多分ガッツンガッツンはいかないんじゃないかな。だからバーストする確率は極め、時給ないもんこっち。そうね、ただの防御だから。で、俺も言って時給みたいなもんだから、まあレイヤー的には俺防御だと思うんだけどね。おお、なんか連打してんね。はい、よし、残ります。デン、初めて早くするんだ、行くぜ。はい、はい、3、2、1、ゴーシュ。おー、危ねー、あともうちょいだったのに。そう簡単に当てないぜ。でかいよな俺の。うん、そうね。あ、まただよ。マイクロさん自体でかかった、なんかそれを上回る。おお、ワンロック、うん、強いな、こいつ。はい、来たな、壊しに来たね、うん。あれ。やる気ないって。3、2、1、ゴー。回っちゃった、耐えろ、ダメだこれ。うわ、今の一撃は重いかもしれない。うん、ダメだよ、だってもう時給ないもん。よしよしよし、意外とこの子強かった。いいぞ、はい、うん、どうしようかな、なんかいろいろ出してこう。はい、キラですか。うん、お久しぶりですね。お久しぶりです。3、2、1、ゴーシュ。うわ、すげえアタック、いっちゃった。さあどうなる、追い出せなかったら無理だよな、こいつ強くない？うん、やば、このカスタムいいだろうなと思ったらだいぶ良かった。うわ、危なっ、危な、はい。いくぜ、ルールを見ないこと必死で急ぐうち。3、2、1、ゴーシュ。回っちゃった、いけ、耐えて。おお、すげえ、耐える。おお、なかなかもいいよ。うん、どう、じゃあ、はい、うん、慌てる慌てる。いくよ、3、2、1、ゴーシュ。1209。横が振動してる。マジ？本当だ。もうダメだ。もうダメだ。慌てるとダメね、うち。ショットカット入ります。カット。次はドイツだ。はい。レジェンドさん。行くぜ。3、2、1、ゴーシュ。わーわー、いや
優しいな。優しいな。うん、おーい。あ、ようやっと行った。あ、長かった。この壁。何体？六？うん。六体こいつで抜いたの。うん。やばいな。喧嘩を打っていこう。行くぜ。うん。3、2、1、ゴーシュ。あー、変に当たった。変に当たった。てか、そっち加速出てなくない？出てない、これ。もうダメなんかな？そっちにしてみる。いや、いけんな。ちょっと待って、これやり終わったとしてからして。うん。多分スピンフィニッシュでいいかな。はい、とりあえずね、うん、待ってね、メンテナンス入ります。あ、いけるいける、いけるよ。じゃあ、打ち抜きか。そうだね。うん、そうか。あ、こいつがいた。はい、すげえな。わかんない。いくよ。3、2、1、ゴーシュ。はい、決まった。こいつや。おー、やば。一撃やばくない？やばい。カスタムもそうだけど、エイヤー自体もすごいんだろうね。ね、こんな感じです。やばいって、バルキリーまだいけるって、みんな。はい、おっとやばいぜ。頑張ります。3、2、1、ゴーシュ。いや、おめでとう。あー、やっぱ重さでは負けるか。さあ、ここからどうなる。あそこ、お前ナッシングじゃん。ナッシングじゃん。また外れてなかったよ。でしょうね、うん、考えずに回しちゃったよ。ナッシングのアルクロさん、ビーン。また必要だから、ワイバーン。こいつは攻撃じゃないから。3、2、1、ゴーシュ。回って。そう。シリコマンドちょっと早いかな、君。もうちょい耐えて、もうちょい耐えて。アルプラさん触れると痛いから。よし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 。時間稼ぎができた。もう危ねえ。なんとか作戦勝ちや。にゃー。にゃ、にゃー。危ねえ。あと1回だったら死んでたら。はい、出た。あ、もう板は出てんだよ。うん。いくぜ。3、2、1、ゴーシュ。なんでこいつ今ジェットシュートできたんだ。さあ、どうなる。お前の意地見したれ。てか、ビビさ、これ使ってごらんよ。だってそれさ、うち外れないんだもん。思って、グググって、うん、使ってみる。うん、まだこっちの方がマシだと思う。いくよ。3、2、1、ゴーシュ。コツはもう剣を抜き切るみたいな。だもう教えなくていいよ。どういうこと。1334。まああれだよ、ここの手が背中まで来るから、こっちの手がね、引く方の手が背中まで行くといい感じに回す。ここら辺なんか斜め前くらいで止めちゃうと、なんていうか勢いが出ないっていうか、なんというか、しなんかピタッてここで止まっちゃう。ここで止めちゃダメ、こういかないと。多分みんなもそういうやってると思うんだね。いくよ。3、2、1、ゴーシュ。うえ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 。絶対ハゲてるって、絶対ハゲたって。ハゲたな。塗装ハゲたな。よいしょよいしょ。
デイティングがスターセーバーヤンドロでちょっと逆襲でいくよ。3、2、1、ゴッシュ。いけ、うお、ぶねー。あ、でも1304だった。あ、見るの忘れた。ダメか。よいしょ、やっぱ重みだな。だが負けずに、ほい、いくぜ。持ってるイヤーシステムトワーレブダイトビアヤ。3、2、1、ゴッシュ。おー、さあ行け、ドライガー。でもうち700台だよ。そうなん？うん、724だった。俺だいたい1300。半分。今1249。よく半分だよ。ベーキンつけなきゃね。前にうち筋肉つけないとさ。だベイササイズしようぜ。そんな嫌そうな顔すんだよ。いくぞ。3、2、1、ゴッシュ。アウト。ワンモアタイム。あ、じゃあ、OK。 俺これでいくわ。懐かしいだろみんな。3、2、1、ゴッシュ。超久々。キュー、時給が難しい。頑張って、ドライガードライガードライガー、ドライガー言うこと聞いて、ドライガー、よし、うん、言うこと聞いた。次、ラピュタだよ。うっそ、ラピュタ。うん、そう。マジか。ほら、ほら、これ意外と気に入ってくれたんだよ、嬉しい。行くぜ。3、2、1、ゴッシュ。目回りと。そうね、いけ。はいはい。おー、まずい。あ、まずったかな。いやー、ちくしょう。さてと、初めて800台出た。マジか。うん、どんどん慣れれば4桁いくぜ。無理。この腕だよ。ああ出た方が怖いって。出るって。いくよ。3、2、1、ゴッシュ。いけ、バルドル。カウンター決めちゃえ、決めちゃえ。あう、あう、もうぐらついてやろう、ぐらついてやろう、周りから攻められる。ダメだこれ。相変わらずバリが消えないの。そのうち、そのうち。じゃーん、行くぜ。行きます。3、2、1、ゴッシュ。俺のシュート方法も動画で出そうかな。タイムゼロリバースって言うんだけどね。伸ばしてそのまま戻す。ただそんだけ。みんな引き切ってそのまま。まあ詳しくはそのうち動画出すよ。勝てんねー、勝てんねー。まあまだ強きものは残っている。もうこっから壁しかありません。出た。最初の壁、弱壁です。いきます。3、2、1、ゴッシュ。おい、おい、おい、さあどうなるここ。おー、まずい。
うわそっちだなギリ。よかった。36危ねえ。36。おお、すべてにおいて負けたぞ。次。じゃーん。こいつの場合は、左回転が、いないからこれ使います。いくよ。3、2、1、ゴッシュ。オーバーフィニッシュ。やっちまったー。845だって。お、どんどん上がってんじゃん。さっき37だったの。やばい、ちょっと行かなかん。じゃん。さあ、君は倒せるか、この私のドラインファブネルさんを倒せるか。いくぜ。3、2、1、ゴッシュ。はい、アタック、いいアタックついてく。いいぞいいぞ、ダメだ、減らしてく。おい、いいね、だいぶパンチ入った今。835だった。1344。さあどうなる。最初は重かったんだけどな。どっち外れたんだろう。うわっ、おお、嘘だろ、マジ。うわガチか。外れてないよ。集中力でこんなにも差があるの、なんてこった。これいけんのかな俺。あと俺見たいですよ。来た来た。そいつやだ。行くぜ。バギって言わなかった。はい、いきます。3、2、1、ゴッシュ。いけ、真ん中陣取って。いや、重さ互角か。さあどうなる。小競り合いだね。静かな、バイバイ。おーっと、まずい。いや、でもそっちも、あー、いや、嘘だろ、ガチか。それでなかった。さーて、ラストバトル、怖い。誰だと思う？知らない。こいつまだ出てない。あ、そいつ。いや、こいつ出てから出てから言う。いくぞ、いきます。3、2、1、ゴッシュ。さあどうなる。怖いよ。1222、下がった。うわー、やば。あんだけボロボロなのに勝ったね。うん、ちょっと俺のこのカスタムやばくない。うん、マイマック。俺がないんで君みたい。買った買った、やった。なんで渡しちゃったんだろう。買わないからいいよって渡したんだよ。そうだね、うちのルールがあったからね。まあそのルールはなくなったけどね。うん、寿司屋さんに会ったから回しまうから。いってらっしゃい。お寿司食べておいで。お寿司、うん、いやだ、今日カレーでしょ。でもお寿司も食べたいよね。そうだね、カレーとお寿司って意外にカレーにね、酢飯って合うんだよらしいです。以上